皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日ですね、ちょっと面白いニュースがありましたので、紹介したいなと思うんですが、バイク屋さんがプールで儲けているって話なんですけど、こちらをご覧ください。はい、バイクといえばですね、ヤマハですね、ヤマハ発動機のヤマハっていうものがありますが、なんとヤマハさんがですね、プールを作ってるという話なんですね。で、現在、学校用のプールっていうのは、ここにありますように、2015年の市場シェアで、FRP と呼ばれる、繊維強化プラスチックが 54%、ステンレス 41%、コンクリートが 5% というふうになっているんですが、以前はですね、ほとんどが、戦前とかコンクリートで作られていたんですが、コンクリートはですね、非常にですね、特に戦後のやつはですね、ひび入ったりとか、もしくはね、危ないですよね、硬くて。ということで、だんだんこの FRP っていうものが増えてるようなんですが、この FRP54% のうちの 92% がヤマハっていうことは、ほぼ、学校用のプールのシェアの半分をヤマハが占めているっていうことになるわけですね。で、もうコンクリート 5% しかないわけですよ。で、このようなことになったのは、そもそもですね、ヤマハっていう会社は、ボートとかヨットとかの船体に使用している素材が、この FRP っていうものだったんですが、まあなかなかね、バイクも厳しくなってきましたし、なんか売れる方法はないかと、考えてるときに、まあ、変な話ですけど、プールってでっかいボートみたいなもんなんで、だから、作ったらいいんじゃないかっていうことで、始めたそうなんですね。で、まあ特に、まあ、車とかバイクとかっていうものは安全性が非常に重要視されてるので、ただね、こう箱を作ればいいっていうもんではないと。ということで、非常に安全をこだわった、プールを作ったことによって評価されたとも言われているんですが、だいたい長さ25メートル、6レーンがあるプールとしてですね、1800万から2000万ぐらいする結構大きい買い物なんですが、これがなんと年間250機ほど売れているということなんですね。ということで、まあ、バイクで計算してもらったら分かるので、これ1日まあ1機ぐらい売れている計算になるんですけど、1日ね、バイク何台売らなきゃいけないんだって、200台売らなきゃいけないんだって話なんですよね。まあ、ということで、まあ、ヤマハさんがですね、プールのシェアを伸ばしているっていう話なんですね。で、まあ、今日ですね、皆さんに、お話ししたいことは、結局、バイク屋さんがバイクでないということなんですね。だから、どうやったら自分たちの、そのビジネスの、儲けてるポイント、得意な部分を他の業界に活かせるかってことを考えた人が、勝ちだということですね。ぜひ参考にしていただければ幸いです。ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。